こいつはさ、私のお父さん2回殺してんだよ。22年前と、今。22年目の告白、岸美晴の言葉。皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオ Q です。3月になりまして花粉が猛威を振るい始めておりますが、体調崩してないですか？僕は花粉が弱点なのでね、夏まではパワーダウンの状態が続きますが、なんとか耐え忍びたいと思います。さて今回はまた事件ものです。22年目の告白を紹介します。かなり話題になった作品なので見たことある方多いと思うんですが、僕この作品結構好きで繰り返し見てるんですよね。22年前に起きた5件の連続殺人事件、未解決のまま時効を迎えたこの事件の犯人が22年の沈黙を破り暴露本を出版。逮捕されないことをいいことに堂々とプロモーションを行うこの男の真の目的とは、といったサスペンスミステリーです。今回も結末のネタバレは避けて前半3分の1部分のあらすじを紹介していきます。あと1点だけ。この作品で気になるというか、ちょっと苦言を呈したい部分がありまして、これはね、後半でお話しします。それでは今回もどうぞ最後までお付き合いください。ではあらすじの前に少しだけ概要から紹介していきます。原作は殺人の告白。これは韓国で2012年に公開されたサスペンス映画です。22年目の告白はその日本版ですね。概要欄に予告編の URL 貼っておきます。監督は入江優さん。ちょっとお恥ずかしながらお名前初めて知りました。でもね、 AI 崩壊とか僕去年見てました。またですね、 YouTube チャンネルをお持ちのようです。概要欄に掲載させていただきます。キャストはご覧の通りです。もうね、主役級がずらりとって感じですよね。はい、それではあらすじの紹介に入っていきましょう。大勢のマスコミが詰めかけた会見場。男はその中央に置かれた椅子にゆっくり腰掛けると、手にした本を開き、静かに語り始めた。はじめまして。私が殺人犯です。男の名は、曽根崎雅人。22年前に起きた連続殺人事件、その犯人。時効が成立し、逮捕されないことをいいことに、自身が犯した殺人の暴露本を出版。この会見は、そのプロモーションだった。その様子をテレビ越しに眺める一人の刑事、牧村光。22年前、曽根崎を寸前のところまで追い詰めたが、取り逃がしていた。そればかりか、これで顔を覚えられた牧村は、曽根崎の5人目のターゲットにされ、妹が殺された。さらに、共に事件を追っていた先輩刑事も犠牲になっていた。牧村は事件に関わった一人の刑事であると同時に被害者遺族でもあった。本を出版することは罪を償う機会を失った私にできる唯一の罪滅ぼしだ。常人には到底理解できないことを言い放ち、会見は終了。激しい賛否を巻き起こしたこのプロモーションは結果として大成功を収めた。端正な顔立ちに知的な雰囲気を併せ持つ曽根崎は一気に時の人となり、本は飛ぶように売れた。上半期のベストセラーはほぼ確定。しかし曽根崎はまだ満足していなかった。曽根崎が再び動き出す。牧村が被害者遺族の一人、病院で院長を務める山形の元を訪ねていた時だった。血相を変えた看護師が山形を呼びに来た。何事かと牧村と二人エントランスに向かうと、大勢のマスコミを引き連れた曽根崎が現れた。曽根崎は山形を見つけ、ゆっくりと近づくと、22年前、先生の目の前で奥様を殺したのは、私です。そう言うと、地べたに這いつくばり、土下座をした。薄っぺらい、見えすいたパフォーマンス。そうまでして本を売りたいのか。怒りに任せて掴みかかる山形を牧村は何とか引き離す。すると、牧村刑事じゃないですか。こいつ、
覚えてるのか。薄笑いを浮かべ握手を求めてきた。その手を払いのけると牧村の耳元でそっと耳打ちをした。あんたがどんくさいから5人も死んだんだよ。これを聞いた牧村は逆上し曽根崎に殴りかかった。しかしその手は届かなかった。現場は大騒ぎになり、結果として曽根崎はまたその知名度を広めた。10日後、曽根崎はかねてより希望していたテレビ番組の生出演を果たした。時効が過ぎているとはいえ、殺人犯をテレビに出演させることに対して尻込みする番組が多い中、名乗りを上げたのがニュース番組ニュースアイズ。番組でキャスターを務める仙道は元ジャーナリスト。当時曽根崎の事件を追っていたこともあり、生放送でインタビューを行うことに前向きだった。曽根崎はここでさらなる飛躍を遂げようと考えていた。まさか自分が窮地に陥ることなど考えもしていなかった。仙道は曽根崎に一つの疑問をぶつけた。この本には事件のすべてが書かれているわけではない。ここに書かれていないもう一つの事件があったのではないか。曽根崎の顔が曇った。仙道はさらに続ける。放送が始まる3時間ほど前、動画投稿サイトに一つの動画がアップされた。タイトルは、俺が真犯人だ。内容は、事件の犯人とおぼしき人物が、ビルの屋上で牧村里香を拘束している映像。警察も掴んでいない情報。しかし、曽根崎の本には一切このことが触れられていない。ほころびが出た。しかし、曽根崎の本にも犯人しか知り得ない情報が書かれていたことも事実。どちらかが嘘をついている。大きな疑問を残したまま、放送は終了となった。曽根崎と、自らが真犯人だと名乗る男。どちらが本物か。双方の真の目的は、いかがだったでしょうか。ここから個人的な感想と見どころを紹介していきますと言いたいところなんですが、この作品の特性上あまり突っ込んだ感想を言うとちょっともったいないと思うので、とても薄味なことを言うということをご了承ください。はい、まずは2人の犯人、曽根崎とあとは自らが犯人だと名乗る男、どちらが本物かを決めるためにこの後2人は生放送で対峙します。これね、なんか構図的にすごく奇妙だよね。俺が犯人だを主張し合う二人。逆ならわかるけど。でもどちらも自分が犯人と主張するには十分な証拠を持ってる。でも人は二回も殺せない。違う人物が同じ人物をそれぞれ殺すことはできない。じゃあ、どっちが?というか、何のために?さあ、見ながら考えてみようっていうね。薄い。次がですね、狙われる殺人犯。曽根崎はもう法で裁くことできません。時効を迎えちゃったんで。でも曽根崎が現れてしまったことで恨みが蘇った遺族は仇を取ろうと襲いかかってくるんですよ。牧村はそれを刑事として止めます。でも同じ遺族である牧村はそのみんなと知り合いであり、気持ちは痛いほどよくわかる。もうどうしようもないクズだけど刑事としては守らなくちゃいけないっていうジレンマね。別作品だけど、なんか藁の盾みたいな、まああれも藤原竜也さん主演ですけどもね、まあ、クズ役が映えますよね。話を戻して、そしてね、このシーンが後々聞いてきます。まだ見てない方はね、よくここ見ておいてください。で、最後苦言をね一つ呈したいって言ったと思うんですけど、これレビュー見てもこの件に関して触れてる人少なかったからイチャモンなのかもしれないんですけどね、ある人物がある人物の首をね絞めるんですよ。目いっぱい絞めるんだけど、でもね全然死なないの。そればかりかね、絞められてる人ねめっちゃ喋んのよ。あれ首強いキャラなのかなって、あれ手加減してんのかな、なんかそれプロレスみたいに見えちゃって、ここね見るたびに僕ちょっとここ引いちゃうとか冷めちゃうんだよね。見たことある人はちょっと見返してみてください。見てればあここねって分かってもらえるはずなんで。あれこんなんでいいのかな。
さあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。今回のあらすじを聞いて少しでも作品に興味を持てたら幸いです。22年目の告白、現在こちらの配信サービスで視聴することができます。概要欄に予告編と合わせて URL 記載しておきます。ぜひ視聴してみてください。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。